慶応義塾マンドリンクラブは1910年に田中つねひこら慶応義塾大学の有志によって創立されたマンドリンオーケストラ2010年に創部100周年を迎えた明治30年代に慶応義塾においてすでに活動をしていた体育会に続き文化団体が創設され始めたそうした背景の中で田中つねひこをはじめとする 熟成有志によって、慶応義塾、マンドリンクラブは誕生、活動を開始した。創立から2年後の1912年5月25日、横浜番上クラブを組織していた、オーストラリア人のジョン・ゴーマンの後押しと、マネジメントにより、横浜番上図との合同という形で、フェリス・ワイ・オンナ学校版スカイックホールにて、第1回の演奏会を開催した。当時の入場料は1円。 この時の団体名は、プログラム表記が、英語のため、k 応マンドリンギターバンドとしている。しかし、同年6月23日の第2回以降長らく、k 応義塾マンドリンクラブ、k 応マンドリンクラブという表記をしている。結成以後、宮田正夫による、指導の下で活動を行い、規模の拡大を進めていった。1929年6月には、宮田の後継として、 以後74年もの間常任指揮者として活動することとなる、服部忠を指揮者として活動を始める。ラジオ体操第一の作曲者としても知られる、服部忠は以後、当時マンドリン界において演奏されることの少なかった、オーケストラ楽曲のマンドリン・オーケストラ向け編曲や、ミュージカル・ファンタジー群の演奏への挑戦など、部に大きな影響を与えた。戦時中は、 活動を休止し、それに伴う低迷期を迎えるが、戦後、慶応義塾一貫教育校にもマンドリンクラブは誕生。女子高等学校、四季高等学校、中等部の四校にマンドリンクラブが、現在も存在する女子高等学校の二校は合同。一貫校の繁栄に伴い、大学も1950年代に100名を超す大編成マンドリンオーケストラにまで成長し、 それまでのマンドリンオーケストラには見られなかったミュージカルファンタジー群というジャンルへの挑戦もなされた。1957年の第79回定期演奏会から1984年の第133回定期演奏会まで昼夜2回公演。1968年には第100回記念定期演奏会を開催。また、国内外への演奏旅行も活発に行っており、 記録が残っているものだけでも1913年から現在まで約380回を数える。1963年以降はアメリカ、オーストラリア、マレーシア、台湾への海外演奏旅行を実現。1983年、マレーシアはクアラルンプールにおいてマハティールビン・モハマド首相夫妻を招いて演奏会を開催がホストとして首相夫妻をご案内。 当時の険悪な日本、マレーシア関係を大いに和ませ、民間外交の役割も担った。こうした活動の一方で1980年代後半から1990年代にかけては部員数が減少する時期も存在し、クラブ自体の存続も危ぶまれることもあったが、2000年代以降は、むね毎年部員100名を超え安定した活動を行っている。 現在の年間活動は5月と12月に行う2度の定期演奏会。8月に、早稲田大学マンドリンクラブと合同で行う、総計ジョイントマンドリンコンサート。10月に1巻、教育校及び大学 OB の各マンドリンクラブが一堂に会するオール KMC コンサートの k 4回の演奏会である。指揮者はクラブ OB を常任指揮者として招いており、 現在は OBE の久保浩二が務めている。12月の定期演奏会には客演円指揮者として小林幸とを迎えている。過去には上記の服部忠のほか、小穴雄一が常任指揮者を務めた。慶応義塾マンドリンクラブの選曲の傾向としてマンドリンオーケストラのために作曲された曲だけでなくバイオリンオーケストラのために作曲された曲の 編曲ものを取り上げることが多い。近年では、公共曲をプログラムに取り上げることも増えてきている。これは打楽器や木管楽器などのパートを自前で抱えているためであり、他のマンドリンオーケストラとは一線を画した特徴で、あると言えよう。ありがとうございます。